代表質問初日の今日、県議会最大会派自民改革会議の逢坂代表が鈴木知事に質問しました。知事選の結果の受け止めについて伺います。今回は県道を二分するかのような結果が示されました。まず質問したのが知事選の受け止めです。今回の選挙では市町別の得票数の勝敗は西部は鈴木知事が制し、中部、東部は自民党が推薦した大村慎一さんが勝利する結果となりました。結果として双方ともに選挙戦を通じてはオール静岡の体制づくりを完成することはできなかったということです。地域により得票率に差が生じた今回の結果を受け、国、県、市との連携体制、議会との二元代表制の効果的な生かし方等について知事の方針を伺います。選挙結果には地域性が如実に現れましたが、こうした地域間の考え、感じ方の違いについて速やかに対応することが必要であると認識をしております。そこでまず私自身が市町長の皆様をはじめ県民の皆様の声を丁寧に聞くことに徹底をいたします。質問者は大村さんを支援し、なおかつ川勝前知事とも対立してきた自民党の会派。鈴木知事からは歩み寄ろうとする発言も。県議会の議員の皆様は県民から選ばれた各地域の代表でもあります。皆様とのコミュニケーションを大切にし、地域の実情をお聞きするとともに、県政全体の発展について真摯に議論を重ねてまいります。またリニア中央新幹線に関して今後の取り組み方を問われると、 JR 東海とは信頼関係を前提としてリニア中央新幹線の推進と大井川水系の水資源および南アルプスの自然環境の保全の両立に向けてスピード感を持って取り組んでまいります。こうした取り組みにより解決策が示され、不安が解消される場合でも関係者全員の思いが完全には一致しない可能性もあります。その際個別の状況等を踏まえ政治的な決断をすることもあると考えております。知事が考えていらっしゃる今想定される政治的決断とは一体何なのか、改めてお示しを、少し具体的にお示しいただけたらありがたいと思います。まあ、リニア推進をしていくけれども、大井川の流域市町の市長の皆さんのですね、ご理解を得ているということになりますが、これ、政治の世界でございますので、100% すべてが賛成をしていただくということはですね、これ、なかなか想定しにくいことでありますので、まあ、どの時点での判断かということは、まだなかなか見通せませんけれども、こうした課題がクリアをされ、一定の理解が得られた時点で、決断を下すということ、これは私の責務だというふうに思っております。また、県へのメリットと、それを実現するための考えについては。東海道新幹線沿線の活性化策として、東海道新幹線の停車本数増加や、静岡空港新駅設置を挙げております。今後、本県のメリットの現実化を目指して、関係機関や関係市長と具体的な検討を重ねてまいります。一方、浜松市に建設予定の新野球場に関しては、知事は選挙期間中にはドームを中心としたボールパークを就任記者会見においては最初の全体構想をもう一度見直さないと判断を見誤る、構想を練り直すことが必要だと発言され、さらに県議会の就任挨拶では公園としての基本的な機能や計画は大きく変更されることは想定されないため、基本計画案につきましては、本議会の常任会においてご説明をさせていただくと述べられ、その真意を図りかねるコメントが続きました。で、現時点の知事の方針とは何なのか。県では、遠州灘海浜公園、篠原地区の基本計画策定に向け、県民の皆様やスポーツ関係団体等から、3000件を超える多くのご意見をお聞きするとともに、県議会においても時間をかけてご議論をいただきました。最終的に本年2月に素案として取りまとめられたものであり、私としてはこの経緯を尊重したいと考えております。
これまで県が示してきたドーム型と屋外型の3案を基本計画に併記し、この議会中に提示、これをベースに議論していく方針だということです。選挙中常に同一の表現をしていたわけではありませんが、私はこれまで一貫して基本的な考え方を持っており、その真意は本日ご説明した通りでございます。また県の基本的な指針を示す総合計画に関しては、経営感覚を重視して早期に策定したい考えを示し、検討過程にはスタートアップやデジタル分野の専門家を加えて計画していくということです。